こんばんは、粘土の佐藤です。こんばんは、クリストモコです。デザインを音で楽しむ J-WAVE クリエイディオ、11月最後の金曜日深夜となりました。いかがお過ごしでしょうか。もう11月も終わりですか。終わりですね。今日は組み立て家具の日だそうです。出ましたね。何々の日、いろいろありますよね。11月27は組み立て家具の日、どういうことですか。組み立て家具の代表格なのカラーボックスを考案された深谷正夫さんのお誕生日にちなんで、組み立て家具の日、はい、カラーボックスが誕生した日ではなく、カラーボックスを考案された方の誕生日なんですね。そういうことですね。ほう、知らなかった。知らなかったですね。大木さんって組み立て家具、はい、どっちで得意ですか、そうでもないですか。いや、あんまり得意っていう認識はないですけど、一つ思い出深いのが、うん、はい、僕が学生の頃にちょっと人材派遣的なことをやっていた時期がありまして、うん、はい、でその時にバイトを大量にソフトバンク本社に派遣すると、うん、で入力作業だったりとか受付とか、うん、うん、はい、ちょっとこうデスクを整理したりとか、そういうことを学生たちがやるっていうお手伝いをしてたんですけど、うん、はい、なんか今週やることがなさそうだみたいになっちゃった週がたまたまありまして、うん、はい、で人事部の方に呼ばれまして、うん、どうしましょうねって話をした時に、まあ、バイトの方たちがそこに立ってるのもなんだから、はい、バイトの方々の、あのデスクとかチェアとかパソコンを発注してセットアップしてくれませんかって言われまして、分かりましたっつってバイトが自分たちが座るための家具を組み立てて何日間かかけて、で残り何日間か座っているっていう、なんだこれはっていう前半組み立て、何一つ労働が発生してない状態なんですよね。はいはいはい、人間ってなんだろうっていう、その時学生ながらに思いましたけどね。はい、不思議な、そうか、組み立てね。でもそうなんです、それで時給が発生してるわけですからね。バイトは自分のための家具を組み立ててるんですよね。なんだろうこれって、まあね、はい、組み立て家具でもそれぐらい、なんていうの、パッと作れるぐらいだから、やっぱすごいですよね。前に海外製 の、はい、あのハンモックを購入した時があって、はいはいはい、いかに日本の、うん、とか組み立て家具とかの説明からネジの分け方から、はい、もう説明書のもう海外のサイズもバラバラなんですよ。なんか違うネジ入ってたりしますよね。確かに、かなり苦労して、やっぱり日本ってすごいな。日本だとそのネジを止めるための道具とか、そう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 、六角レンチもちゃんと入ってますもんね。本当ですよね。その辺はちょっと感動する。やっぱり日本はすごいなと思いますけどね。そうですね、うん、そんな11月末、組み立て家具、まさか組み立て家具でこんなにいろいろお話ができるなんて思わなかったんですけどね。まだまだ始まりですので、はい、はい、クリエイディオ今夜も3時までよろしくお願いします。お願いします。クリエイディオ今夜はリスナーの皆さんからのメッセージを大木さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、はい、レミウミウさん、あ、ジャグチキニコバッグぜひお願いしますっていう、はい、なるほど、はい、前週までですね、はいはい、動いてますよ。またお伝えしますよ、はい、ところでお二人は人生のどこかで影響を受けた本はありますか。特に大木さんは小説などを読まれるイメージがないのですが、実際はどうなんでしょうか、ぜひお聞かせいただきたいですという本の話。あんまり最近っていうか番組でしてないかもしれないですね。いや、そんな話したことないですね。確かに大学以降はもう専門書ばっかりですね、はい、小説とかよりも、まあ、建築とかデザインの本ばっかり読んでましたけど、それ建築の専門書ってもう、うん、実用的な、あ、どっちもですね、建築家の面々とか、うんうん、そうですね、うん、なのでちゃんとした読み物は買うんですけど、はい、とか日々使うなんですか、ディテール集とかあるんですよ、うん、この窓の収まりとかを毎回こうチェックしないと課題で困っちゃうので、はい、そういうのは買うんですけど、はいはいはい、それ以外の比較的いわゆる建築雑誌とか、うん、そういうものはずっと立ち読みしてましたね。なるほど。でもあんまり恋愛小説とか読みす、うん、全く読まないですね。いや、でもその時の名残で何時間も立ち読みしてるのが当たり前だったので、はいはいはい、今でも家で部屋で本を読む時は、うんうん、立ち読みしてます。何してんの。椅子デザインしてるでしょ。いや椅子はあるんですけど ね、 ありますよ。ね、なんか立ってる方が落ち着くし入ってくるんですよね。へ、うん、座るとも全然ダメですね。なんか落ち着いちゃうというか、
だこの間もスタンディングデスクでしたっけ、立ちながら。ああそうですね、そういうところにもあるんですね。そうですね、ちょっとおすすめですよ、家で立ち読み。家で立ち読み、うん、あそうか、それで影響を受けた本ですよね。そうだそうだ、ない本はどうですか。影響を受けた本ですけど、いつぐらい、多分今アマゾンとかにもあるのかな、名前が、はい、あこれこれこれ、え僕あの、はい、中学生ぐらいだったと思うんですけれど、日本にいらした時、日本ですね、はい、日本に来たばっかりぐらいですかね、はい、うん、でその時に、うん、椎名誠さんのエッセイ集で、これだこれだ、うん、ロシアにおけるニタリノフの便座についてっていう、うん、便座、はい、こういうのがあるんですよ、その頃から。いやこれがですね、待って、ロシアにおけるニタリノフの便座について全然わからない、どういうものなんですか。内容も全然覚えてないんですけど、何かこうロシアのなんかボットン便所が凍って、どんどんその大便がこう凍って溜まっていって鍾乳洞みたいになってるみたいな、なんかそんな話だったと思うんですけど、もうちょっと違う話なんじゃない。いや違う、全然違うかもしれない、確かに全然違うかもしれないんですけど、これはまさに中学生ぐらいになって、小学校低学年からずっとうんち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 って笑ってるわけじゃないですか、うんうん、そろそろうんちとか言って笑ってちゃダメなんじゃないかと、うんうん、はいはい、そろそろこういうのも引退しなきゃいけないのかなって思ってくる中学2年とかそのぐらいですね、はい、うん、もっと早く気づけよって話ですけど、いやいや まだ気づいてないんじゃないかと、そうそうそういやいやそれなんですよ、そうそうそう、うん、それなんですよ、うん、そろそろ引退しなきゃなと思った時にこの本に出会い、うん、いい年をした大人がうんちについて熱心に語ってて、ちゃんと活字になり、はい、どこなんでしょうね、出版社ね、新潮文庫からちゃんとこう出て発売されて流通しているさんです、ね、ですよね。だからこれは引退しなくていいんだと、これもうんちうんち言ってて笑ってていいんだっていう、何か自分の中のこう、はい、わだかまりがなくなり、はい、今思うとこの本に出会ってなかったら僕多分そういったうんちネタとかっていうのはかなりこのトイレ活動、トーク活動はしてなかったか、してなかった可能性ありますね。なるほど、じゃあ、ちょっと疑問に、あれなんで、あれこれ世界的なデザイナー粘土の佐藤大樹さんかと思いきや、あれトイレの話ばっかりしてるけど、あれどういう話かなと思ったら、これを一回読むと、これがルーツかもしれないですね、自分の唯一ブレーキを踏むタイミングだったところで、うん、踏むのやめたって、ね、踏まなかった瞬間なんです。なんか本の内容は全然入ってこなかったけど、なんかいい話みたいに終わりましたね。今なるほど、はい、ラジコとかで今聞き出した人、なんか大きさいい話したのかみたいになりますよね。人生で影響を受けた方、そうなんです。ロシアの、あ、ロシアにおける、ロシアにおけるニタリノフの便座についてですね。面白そう、もう今大木さんがおっしゃったからちょっとぬぬっていう感じだ、うん、だって説明文がすごいですよ、アマゾンの、うん、極寒のシベリアに飛んだ椎名誠、うん、彼を待ち受けていたのはなんと便座の全くない便器だった。はあ、どういう展開っていう、ねえ、どうなるかですよこれそれでもどうして手にしたんですか、その便座っていうとこもあって気になったのかな、うん、好きだったんでしょうね、やっぱり引退する気なかったんですね、ゆかりさんなんかあります、そういうの、もう便座の衝撃のほどの話じゃないですけど、はい、でもね、まあ、もうこういうお話ってよく聞かれるんですけど、私小学校の時かな、はい、かなんです、児童文学で、はい、あのまあ、マンディっていう本があるんですよ、マンディ2冊あるんだけど、マンディと偉大なバンドゥードゥル最後の一匹という本がありまして、はい、これはあの映画サウンドオフミュージックとかの、はいはい、あのジュリアン・ジュースっていう女優さんがいます、まあうんうん、あれではあマリアっていうのやってたんですけど、まあ、主役の、はい、そのジュリアン・ジュースさんが児童文学を書いたという本なんですよ。へー、あ、そうなんですね、うん、で、あの、まあ、マンディの方は、まあ、孤児院の女の子で、でまあ、なかなかこうねちょっとこういまいち友達も何が自分が大事なことなのかみたいなところがある時に、うん、ふと散歩に壁の向こう側に空き家を見つけたんですよ、うんうんうん、でそれを自分の家にどんどんしていくですよ、庭を手入れして、はいはい、なんかこう家のことをこう作っていく、でそれ誰にも内緒でやるんですけど、うん、ある時バレるんですよ、はい、でどうなるかみたいなのがあるんだけど、はまあ、そこで、うん、その自分のなんか巣を作っていく感じはもうとにかくもう魅力的で、あ、その描写が、描写もでちょっとこうシークレットな感じでやっていくのもちょっとドキドキ感がありっていうことなんですか。それは割ともうずっと今の私に通じてますね。なんか通じる部分はあるかもしれない、ドキドキはちょっとわかんないですけどなんか物件を見つけたら、はい、まだあの引っ越す前の1週間ぐらいでも、はい、ちょこちょこ自分で運んで持ってて
もう始まってるんですよ、ね、契約前からもう始まって、まあ、いいよって言われたらですよ、もちろん犯人は自分犯人はいいかっていうことで、大体窓の飾り物したりとか。確かに。でもう一個の偉大なワンドゥードゥルの方は、うん、絵が一切ないということが面白いところなんです。表紙の絵がとっても魅力的なんですよ、はいはい、赤いバッグで、まあ、ストーリーをイメージさせる、うん、あの山の絵だったりするんですけど、うん、中は一切絵がない、自分の想像だけで読んでねというメッセージで、ちょっと私なんだけど絵がないですか、ごめんなさい、あの本です、児童文学の本で、児童文学の、あ、そうですね、はい、でこちらはですね、大木さんのトイレとちょっと近い、便座と近いんですが、はい、ちょっと内容が最後どうなったのか忘れてしまったんですけど、あそこが、はい、なるほど、忘れたんだけど、はい、でもどっちも英語も日本語も大人になっても両方まだあって揃って、大事な、ごめんなさい、ストレートに影響を受けてる、いや、よかったです、今までいい感じにまとまったと思いますね、そんなことです、ありがとうございました、すいません、水に流してくれた感じがマジで嬉しい、綺麗に流していただいて、そうです、ラジオウェブクリエイディオ、お知らせの後もメッセージをご紹介していきます。こちらカスタマーセンターです。初めてなんですけど、本当に過去に戻れるんでしょうか。初めてのご利用ですね、ありがとうございます。はい、過去1週間以内でしたらお好きな時間に戻ることが可能ですよ。はあ、噂本当だったんですね。じゃあ大人1名で4日前に行きたいんですけど。かしこまりました、大人1名で4日前をご所望ですね。ちなみに料金の方って。お値段の方ですか。もちろん無料でお楽しみいただけます。あなたのスマホがタイムマシンになります。1週間以内ですと無料です。過去1週間以内のラジオ番組を無料で聞けるラジコです。J-WAVE Creatio 81.3 J-WAVE。年度の佐藤貴さんとクリストモコでお届けしています、 J-WAVE クリエイディオです。さて続いてはですね、八の字さんからです、はい、最近惜しいと思ったことがあります。それは車のドリンクホルダーです。今年の春に新車を購入したと、はい、で新しい車はさすがに最新の機能がたくさんあり驚きましたが、中でも運転席の左側、運転席の左側、はい、左、右ハンドル、右ハンドルの場合かな、うん、の左側、はい、車の中央にある、そうですね、あ、やっぱそうですね、中央にあるドリンクホルダーには感動しました。初めは左利き用かなと思ったんですが、先日高速に乗った時、うん、右利き用と判明。右利きはハンドルを右で固定して、左はサポート的に添えるだけ、ハンドルに。なるほど、はい、で右側にドリンクホルダーがあると、うん、右で取らなきゃいけないので、どうしてもハンドルが不安定になってしまう。左手一本になっちゃうからと。そうですね、こちら支えぐらいですもんね、はいはいはい、左側にあれば、うん、あるからハンドルが安定したままドリンクが取れるというわけで、まさになぜ今までなかったのかと感動したのですが、位置が悪かったシフトレバーのそばなのです。ほう、シフトチェンジするたびにドリンクを握ってしまい、慌ててレバーを握り直すことに。ドリンクを握っちゃう、あ、はい、そのたびに発想は素晴らしいのに惜しいなと思ってしまいます。そうか。お二人は発想が素晴らしいでも惜しいと思うデザインはありますか。ああ、なるほど。なるほど。これは右ハンドルだけど、うん、ドリンクホルダーって左にないでしたっけ。まあ比較的スタンダードな気もしなくはないですけど、でもあるものもありますね。そうですね、確かに確かに。でもこの方あれですよね、はい、マルチタスク型の人ですね、きっと。あ、そうですか。同時に複数のことをやりたいっていうタイプかなと思ってまして、はい、でこれからの時代多分こういう人が増えてくるのかなっていう気はするんですよ。マルチタスクは何ですか。その同時にながらっていうんですかね、運転しながらコーヒーを飲むとか、はいはい、みたいな、多分これからリモートで働く方増えてくると、一人じゃ、まあ、個人技になるんですよね、うん、なんでなんか一つのことできる人が10人集まるんじゃなくて、一、うん、人で10個ぐらいできないといろいろ回らないので、なのでながらでいろいろやる人がこれから増えるんじゃないかみたいな。以前アップルとお仕事してた時もそういう話すごい多かったですね、画面一つ時代から、うん、これからの世代は3つぐらい同時にながらで、映画を見ながらゲームをしながらなんか変身するとか、はい、変身する、
みたいですよ。もうなんかいろんなことを並行してやるのが当たり前みたいな、はいはい。子供なんか見てるとそんな感じですよね。あ、本当ですか。なのでこの方は多分これからの時代に向いてる人なんだろうなっていう気がしますけどね。そう、このメッセージからそこを読み取った。なんとなく勝手にそういう、はい、思いましたけど。八戸さんね、もう一枚いただいていて、はい、私はいつもトイレの話ですね、はい、用を足すときは必ず本を読みながらしています、はい、外出先で何も読まずにトイレにいると暇で暇で仕方がありませんってやっぱりそうなんですよ。そしていつも思うんですが、人はトイレで何を考えているのか、手持ち無沙汰で暇なのではないか、お二人はトイレの中で何を考えているんでしょうか、やはり暇を持て余してはいないでしょうか、というね。やっぱりそうじゃないですか。そういう感じですね。マルチタスクですよ。トイレで何をするかなんですよ、うん、もうあわよくばいろいろやることがあるとか、はい、何か楽しみがあるようなトイレってできないでしょうかもう八の字さんはもうトイレの中で2つぐらいのことやりたいでしょうね。両手が空いてますからね。トイレ死にじゃなくてもトイレにドア開けたら何か3つぐらいしたい。もう何か、はい、同時にしたいでしょうね。何ができるかな。ダーツとかなんだろう、ドアツか、何ですかね。何考えてるかな。僕は完全にデザインのことしか考えてないですよね。もう逃げた。いや、そうですか。デスクに座ってるよりもトイレの方が、あのなんか、あ、そうなんですね。瞑想空間ですよね。なんか私スケジュールのこととか考えてるんですか、ね。あ、結構実務的な、実務的ですよね。かな。トイレってでも大きさもしかしたらあまり物は置いてらっしゃらないかもしれないけど、意外とこう。で本をたくさん置いてらしたり、新聞とか雑誌とか、はいはいはい、なんか絵をちょっとこうファニーなの飾るとか、あ、なるほどね、ありますよね。はい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 、はい、一度あの粘土の事務所のトイレに張り紙、ちっちゃな張り紙が貼ってあったことがあって、はい、で明らかにこれドイツの留学生の子が書いた字なんですよね、うんうん、でそれを見ると左を見ろって言って、左を見ると上を見ろって書いてあって、うん、また張り紙が出てて、天井を見るとトイレの天井にも丁寧にまたメモが貼ってあって、うん、で下を見ろってなってて、はい、で最後右を見ろって書いてあって、右にドアの隙間ギリギリのところにメモが貼ってあって、はいはい、リトルリンボーダンサーに気をつけろって書いてあったんですよね。なんですかそれ。多分もうドイツジャーマンジョークっていうのも難しいなと思って。まあまあ、まあ、多分その隙間からちっちゃなリンボーするダンサーがこう入ってくるぞみたいな、気をつけろっていう、隙間に気をつけろみたいな。いまだにそれは消化不良です、文字通り。なんかすっきりしないなあれはと思って。面白いね、うん、それは粘土のオフィスの、あのドイツの学生さんがインターンで来て、そうです、社内のオフィスにそういうメモを貼っていった人がいて、ちょっと注意するような内容でもないけど、あれちょっと面白くないですね、うん、どういう面白さなんだろうかって聞きたいけど、それも失礼じゃないですか、うん、あれ難しかったですね。なんか難しいですね、うん、15年ぐらい前ですかね。トイレの壁って、でもうち絵を大きくサボテン描いてるんですけど、サボテンの絵ちょっとね、あの子供が描いたらどうかと思って、サボテン描いてみって言ったんですか。一つのトイレ、一つっていうか二つトイレが、二つトイレがあるんですね、うんうん、下のトイレが、うん、あのまあ人も使うしちょっと飾ろうかなって、サボテン人っていうのは来客が、ああそういうことです犬とかいろんなもの、そういうことです、ね、言葉が足りません。いやいやいや、でサボテンのものとかをいろいろいただく機会があって、そのうちだんだんサボテンのグッズが増えて、絵が増えて、でリビングじゃないからトイレかなって、トイレにいろいろ集まったんですよ。サボテングッズがトイレに集まってくるんですか。へえ。で、あの番組のスタッフも来たことあるんですけど、はい、クリスさんってサボテンすごい好きなんですねって言われて、いや好きじゃないんですけどって言ったんだけど、とうとう壁に今あのコロナの間に、はい、あのサボテンが生えまして、絵を描いて、へ、なんか今も描こうかなって、トイレの壁ってなんか描いだったら描いてもいいかなと思って。じゃあサボテンの絵の描いてあるトイレと、はい、そうじゃないトイレ、サボテンありなしで今トイレ、ね、サボテンありなしでね、なしは何にもないですけどね。ああ、まさにありなしなんですね、うん、でもそういうちょっとこう人があの入ると楽しいトイレもいいかなと思って、うん、ああなるほど、うん、じゃあちっちゃなサボテンのリンボダンサーのお着物僕今度作って、はい、描こうかな、はい、隙間に、あとなんかこう絵とかで、はい、I'm watching you みたいな面白いのがあって油絵でそれ飾ってたことあるんですけど、はい、カラスがねやってる感じなんですけ ど、 なるほど、ちょっと怖いなと思って。なんかそういうのはでも効果ありそうですよね。なんか誰かに見られてんじゃないかみたいな緊張感って、うんうんうん、こう便意をこう、はい、そう促進してくれそうな、その緊張感ってありますよね。いや、この貸してあげますよその絵。本当ですか、誰かに見られてる感じですか。ですよね
なんかトイレいろいろ、もしかしてね、まあ、皆さんもなんだろう、いつもトイレの話もいただくんで、ちょっとこう、うちのトイレこんな感じだよとかね、はいはい、確かに、こうすると落ち着くとか、落ち着かなかったトイレとか、確かに、あの、まあ、積極的に、あとズームの会議とかをトイレでやってる方とかいそうですよね、うん、いないかな、密室だからいいのかなって思って、 そうはいかないですか、まあ、いないとは言えません、言い切れません、ミュートにして流してみて間違えたら大変だ、大変大変大変だから、はいですね、まあ、スリルがね、ちょっと日常に欲しい方はいそうですね、確かに確かに、ということで、はい、まあ、トイレの話も、でもさっきのメールで、はい、八の字さんの、はい、発想は素晴らしい、でも惜しいと思うようなデザインありますかっていう質問ありましたけど、はいはい、それ結構大事だなって僕思ってて、はい、なんか全員に対して、はい、100点のものって絶対ありえなくて、はい、誰かに対する便利は別の人に対する不便であるっていうのは必ずありそうな気はしていて、はいはい、全員を満足させるために機能を足していくとコストが上がってきて値段が高くなると、それって誰かにとっての不便だよねみたいな話が出てきちゃうんですよね、はいはい、なるほどね、でそれをに避けようとすると、うん、あのユーザー調査とか消費者調査みたいにやって、はい、平均点でこう70点をどう作るかみたいな、まあ、それはそれでいいとは思うんですけどね、なんか100点か0点かみたいなのって僕はなんか魅力的だなと思いますけどね、そうですね、確かにね、なんかそれぐらいがいいっていうことね、うん、惜しいって部分があっても、まあ、ずっと70点目指してたらなんか人間って進化しなさそうというか、うんうん、次の一歩踏み出せなさそうな感じしません、うんうん、それだったら誰かにとっての100点が1個あると、ね、なんか一歩半歩ぐらい踏み出しそうな、うんうん、そんな感じは僕は好きですけどね、じゃあ八の字さんにとっての100点もきっとどっかにあるどっかにあるってことだし、この惜しいをあんまり聞き嫌わないでねっていう、うん、なる、あ、そっか、そこねだってこれ車だし急に変えられませんもんね車も同じものを大量生産してるんでね、いろんな方が使いますからね。